こちらの赤と白の格子模様の旗、ご存知でしょうか。いざという時に海水浴場にいる人の命を守る大事な役割を果たすんです。意外と知られていないその使い方を取材しました。赤と白のこちらの旗、どんな役割があるのか町の人たちは知っているでしょうか。熊本市の中心部で話を聞きました。この旗ってご存知ですか。知らないです。初めて見ました。はい、どうですか。いや、私も知らないです。ちょっとわかる。わからない。国のじゃなくて、あ、国旗ですか。これ何の旗か知ってますか。え、何の旗。なんか車とかのレース。およそ50人に聞きましたが、旗の意味を知っている人はいませんでした。赤と白の格子模様のこの旗の名前は津波フラッグ。視覚的に津波の警戒を呼びかける手段として気象庁が4年前に導入しました。芦北町では今年から町内にある2つの海水浴場で運用を開始。津波注意報以上が発表された場合、監視員が旗を振ったり掲示したりして、聴覚に障害がある人や遊泳中でサイレンが聞き取りづらい人に避難を呼びかけます。子どもたちも連れてきてますし、ぜひ注意喚起として分かりやすい旗だと思うので、ぜひ進めてほしいと思います。この風光明媚な御立岬海水浴場で景色も綺麗ですし、楽しんでいただきたいんですけれども、やはり津波等の危険性もあるということを認識していただいて、海水浴を楽しんでいただければなと思います。一方で課題は認知度の低さ。町ではチラシを貼るなどして旗の意味を周知したいとしています。